2009年のルマンシリーズはフランス西部自動車クラブの統括するルマンシリーズの6年目のシーズン。2009年4月5日にスペインのカタロニアで開幕し9月13日にイギリスのシルバーストーンで閉幕するまで前後戦で争われたアストン・マーティン・レーシングのヤンチャローズ、トーマス・エンゲ、ステファン・ミュッケ組が全レースで表彰台に上り LMP1 のタイトルを獲得した。LMP2 クラスでは、オリビエ・プラ、ミゲル・アマラル組が2勝を挙げタイトルを獲得した。GT1 クラスは元プロスキーヤーのリュック・アルファンのチームから出走した、ヤーン・クライレート・パトリス・ゲイスラールがタイトルを獲得した。GT2 は、接戦が繰り広げられ、マルク・リープ、リヒャル・トリーツ組が、JMW モータースポーツのロブベル。 ジャンマリア・ブルーニグミに1ポイント差でタイトルを獲得した。2008年10月10日に ACEO は5000からなる2009年のスケジュールを発表した。ポルトガルでのアルガルベ1000キロレースがモンチャ1000キロレースに代わって開催されることとなり、その他は2008年のカレンダーと同じであった。ルマンシリーズとして初めて開催されたアルガルベはナイトレースであった。 その後2回目のテストセッションが追加され、4月にフランスのブガッティサーキットで2日間開催された。ポイントは1位から8位まで順20から8から6から5から4から3から2から1が与えられる。ポールポジションにはボーナスポイント1が与えられる。走行距離が優勝者の70%に満たない場合は与えられない。最低45分を運転しなかったドライバーにも、 与えられない。レース前エンジンを交換した場合は日本、その後の交換では4ポイントのペナルティが与えられる。各クラスの優勝者と2位は2010年のルマン24時間レースに自動エントリーされる。LMP1、編集、LMP2、編集 GT1、編集 GT2、編集、LMP1、編集アストン・マーティン・レーシングのヤンチャ・ローズ、トーマス・エンゲ。 ステファン・ミュッケが LMP1 クラスのタイトルを獲得した。LMP2、編集クワイフル ASM のミゲル・アマラルト、オリビエ・プラが LMP2 クラスのタイトルを獲得した。GT1、編集 GT2、編集フェルバー・マイヤー・プロトンのマルク・リープとリヒャルト、リーツが GT2 クラスのタイトルを獲得した。ありがとうございます。